の構成やその他の天体が毎日地球の周りを回るように見える見かけの運動のことである。天体の日周運動は天の北極と天の南極を結ぶ軸の周りを回るように見える。地球が地軸の周りを一回自転するのには二十三時間五十六分四点零九秒かかるため、日周運動の周期はこの自転周期と等しい。なお地球の公転によって 天体が一年の周期で東から西へ回るように見える見かけの運動を年収運動という。年収しさ及び年収高校差は年収運動の一種である。天の北極を中心とする北半球での終極性の回転天体の日周運動の方向は北半球から観測した場合には以下のようになる。したがって北天の終極性は天の北極の周りを 半時計回りに動くことになる。北極星は天の北極とほぼ同じ方向にあるためあまり動かない。地球上の北極点では北や東西の方角は存在しないため天体の運動は単純に向かって左から右へ動く。天頂を見るとすべての天体が天頂の周りを半時計回りに動くことになる。南半球での日周運動は 北半球での運動とは、北と南、また左と右が入れ替わった動きになる。東と西は入れ替わらない。また、天の北極の代わりに、天の南極が回転の中心となる。南半球では、終極星は天の南極の周りを時計回りに動く。赤道上では、二つの天の極は地平線上にあり、日周運動は北極星の周りを、 半時計回りに、また天の南極の周りを時計回りに動くように見える。二つの極を除いて、すべての天体は、東から西に動く。ある天体が、日周運動によって、天球上をいたちに動く経路の長さはその天体の、積位の予言に比例する。したがって、天体の日周運動の速さは、コサインデルタ15、G イコール15、分イコール15、秒となる。 この速さを別の尺度と比較すると以下のようになる。天体の日周運動はカメラを固定して長時間露出撮影を行うと観察することができる。天の極に近い終局線はゆっくりとしか動かない。逆にカメラで日周運動を追尾することで写真上での天体の日周運動を打ち消すには赤道儀を用いるのが最適である。 赤道儀を使うと、設計軸を回転させるだけで、日周運動を追尾することができる。赤道儀の中にはモーターを使って、この追尾を自動で行えるものもあり、天体望遠鏡の課題として広く普及している。ありがとうございます。